はい、どうも、ジンです、トレーニング動画ね、上げるのちょっと久しぶりなんですけども、そうですね、今日は、皆さんがよく質問ある胸の、この上部と、肩のフロントについてちょっと説明していきたいなって思います。でまずはね、胸のね、ちょっと上部意識したトレーニングってことで、普段やってるこのベンチプレスとかね、僕はどういう意識で上げてるのかっていうのを、今日はお話ししていければなと思います。でね、大会終わってもう10キロぐらい増えててね、今トレーニングした後なんでね、ちょっとパンパンになってるんですけど、うん、僕はね、このインクライン、こことこの肩のフロントがすごい自分でもね、すごい思うんですけど強いです、うん、っていうのも普段この胸のトレーニングするときに、何点かね、ちょっと意識してるポイントがあるんで、それ参考にね、ちょっとやってみてください。でなんでこの胸の上の部分と肩のフロントが必要かっていうと、僕らがね、一瞬パッて見た時にかっこいいなって思うからだって、やっぱりこの胸の下のデクラインってところがでかすぎて上がね、ないっていう体よりも、やっぱりこの上のね、胸のこの上の部分がすごい発達してて肩が大きいっていうのが、まずやっぱ僕ら の, かっこいいなって思う第一印象だと思うんですよね、うん、なんで海外のフィジック選手とかはやっぱこのインクラインとか、僕もね、マッスルマニアでの大会でシンガポール行った時思ったのが、みんなやっぱり胸の上部とね、肩のフロントとか張り出しがめちゃくちゃ強いです、うん、やっぱここをやっぱ重点的にね、ただでさえ日本人の、人っていうのは僕のイメージですけど、みんなデクラインは結構強かったりやったりすると思うんですけど、インクラインがやっぱり弱いなって思うんで、ここがやっぱあるだけでだいぶイメージとかインパクトが違うと思います。なんで、まずはね、自分がやっぱ目指す体とかね、かっこいいなと思う体を、目標を立てて、それのためにはどうしたらいいのかっていうのを考えていくのが、一番近道じゃないかなと思います。で、まずベンチプレスで、上のね、インクライン攻めるというか、より意識しやすい、フォームっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、まず僕の今までの多分ベンチプレス動画見ていただいている方は分かる通り、手幅なんですけど、基本的に教科書とかね、なんか、なんだろうな、に書いてるような正しいベンチプレスっていうのは、結構手幅が広いです、うん、手幅で言うと、肩幅よりちょっと広め、このぐらいになるのかな、ここだったら。で、上げるときに、どっちかというと、こう斜め下にちょっと落ちますよね、うん、下にここから上げたところから、こう持ってきますよね。で、ちょっとブリッジする人多いと思うんですけど、こうものすごいブリッジして下の方に下ろして、ここに下ろす、で上げるっていう感じのフォームが結構主流なんじゃないかなと思います、うん、なんでそれパワーリフティングとかされてる方のベンチプレスとか、まあ、僕はそこっちの方はもう専門というか、ね、にしてないんで、詳しくはまあ語れないですけども、高重量をやっぱ上げに行くっていう場合は、どう考えてもやっぱ手幅広い方がね、距離も短くなりますし、ブリッジ組んだ方が下ろす距離も短くなる、うん、でどっちかっていうとここだけで上げるよりも斜め下にこういう感じで上げた方がパワーは絶対出るんですよ。だけど、僕の考えるそのなんだろうな、胸の上部とか肩のフロントより強くっていう場合は、手幅を、僕はもうずっとこの手幅なんですけど、大体肩幅よりも、肩幅だったらここですね、よりも、一握りちょっと外側ぐらいです、うん、で本来の正しいって言われてる握りよりも一握りぐらい、一握り半ぐらいかな、内側ぐらいですをまず握ります。で握って上げるときにここに下ろさないですよ、ここに下ろさない、下の方に下ろすとよりやっぱデクラインに入りやすくなるんですよ。デクラインっていうのは胸のこの下の下部の部分ですね。で僕はここが下部に発達してる、チェストとか肩って胸っていうのはあんまり僕はかっこいいとは思わない、うん、なんで僕がかっこいいと思うのはやっぱこのインクラインの方が成長してる、まあ、バランスはもちろん大事なんですけどの方がかっこいいと思うんで、手幅はこのぐらい、で手幅を変えるとより、肩のねフロント部分とか、三頭の出力、まあ、使う、頻度というかね、割合が大きくなります。なのでしっかりフォームは作ってあげる。で手幅をちょっと広め
正しいフォームよりもちょっと1個内側、1個半ぐらい内側にする。で握る。で下ろす位置は下の方に、ここに下ろすんじゃなくて、ちょっとね上すぎるかなっていうぐらいのところに落とす。ちょっと上、ここら辺、うん、分かるかな。ここにね、強化者だったら下ろすって言うんですけど、僕はここに落とします。こう、うん、脇の下に近いところかな、下ろします。で、上げる。で上げるときも上げきんなくていいです。最初胸にまずやる上で、まあ、トレーニングやるときって何でもそうなんですけど、そのトレーニングをする前にまずその狙った部位に負荷が乗った状態を作ってあげる、うん、でその負荷を抜かないように動作するっていうのがやっぱ一番、重要になってくるんで、ベンチプレスで言えば最初持ちます。でちょっと肘を曲げてあげる、うん、肘外側にするようにしてちょっと曲げてあげると、胸に負荷が乗るんで、その負荷が乗った状態で下ろしてあげる。で上げるときはその最初の負荷が乗った状態のところに戻る。なんで肘がちょっと曲がった状態のところに戻ればいいです、うん、これは伸ばしきる必要はないです、うん、あくまで胸のトレーニングで、握ってる手っていうのはなんだろうな、フックみたいなイメージですね、僕からすると、うん、背中ね、ラットプリやるときとかもそうだけど、ローイングとかするときもそうだけど、手っていうのはフックの、あくまでフックの 役割、うん、で動かすのは胸とか背中とかね、うん、その狙った部位にしっかり意識するっていうフォームで、ちょっとやってみると、インクラインとかね、この肩のフロントの部分が結構強くなります、うん、なんで僕はあの肩のこのフロント部分を単体でものすごいトレーニングしたっていう記憶はないですね、うん、トレーニングも13年ぐらいやってますけど。なんで高重量のインクラインとか、ベンチプレス上げるだけで僕はこの肩の前の部分は作ってきたんで、それでできます、うん、ですかね。ただ、一つ注意点があって、まあ、肩関節ちょっと硬い人とか、あるいは、そうですね、肩関節硬い人かな、をはちょっと上の方に下ろすと、やっぱその可動域が僕はあの胸につくんですけど、つかない人も絶対います、うん、ここだったらつくけど、ここだとちょっと窮屈になるんで、ここに下ろそうとすると肩関節下までいかなくて、可動域がいかないっていう人絶対いると思うんで、そこは無理に可動域硬いのに行っちゃうと肩痛めたりとかね、するんで、そこは注意してください。そこはあの行けるギリギリの可動域でいいと思います、うん、インクラインとかに関しては。なんで普段よりもちょっと胸の上の方に落とす、うん、で、最後ね、もう一個注意点が、重量とか回数が上がらなくなってくると絶対にこうなってくるんですよね。よりパワーを出すためにこうなってくる。肩甲骨をしっかり加勢して、こういう状態、胸を張った状態、これがだんだんこういう風になってくるんですよ。そうするとただでさえそれなりにフォーム的にとか下ろす位置的にちょっと肩の出力が上がってるのに、さらにこうしちゃうとここに負荷が乗っちゃって痛めたりするんで、絶対にこの胸をしっかり突き出すっていうフォームは崩さないでください、うん、これをキープした上でしっかり落としてあげる。でこれでね、あの普段よりよりインクラインに刺激できると思うんで、ぜひ試してみてください。最後にね、ちょっと正しい、動作、重量つけて、やってみますかね。でまず手幅は、普段よりもちょっと1個半ぐらいで、ね、内側、僕だったらここを握る。上げる。で下ろす位置は普段よりもちょっと上の方、ここら辺ですね、うん、脇の下ぐらいかな。イメージ的に押してみる。で、上げる。で、上げるときも最初負荷乗った状態、ちょっと曲げた状態、ここに下ろして戻す。だから全部上げ切る必要はないです。で、ここにやります。これの繰り返し。これだいぶインクライン刺激されます。うん、ただね、さっきも言った通り、肩の出力も結構上がるんで、フォーム、このフォームは絶対崩してるんです。こうなって高重量扱うと絶対肩のフロントを痛めてしまうんで、そこだけは注意してやってみてください。ぐらいかな。じゃあ今日もラスト、 Believe yourself, no pain no gain。